ブラームス、四手のためのワルツ集。作品39は、ヨハネス・ブラームスによるピアノのための連弾曲集。1865年に出版され、EU ・エドアルト・ハンスリックに検定された。ワルツ第15番は、曲集中で最も有名な楽曲で、愛のワルツの愛称で知られる。作曲者自身の見込みに反して、ビーダー・マイヤー時代における、家庭音楽への需要の高さから、 このピアノ連弾曲の楽譜の売り上げは非常に好調であった。そのことからさらに独創でも楽しめるよう、ブラームス自身による独創版が発表された。しかし、原曲がピアノ連弾であったことから、その独創版は全般的に音域が広く、セーブが多く、跳躍が多いため、演奏が難しいという評判が生まれたため、 さらに広く一般に親しみやすくする目的で弾きやすい簡易演奏版の独奏版もブラームス自身によって発表された。また、それとは逆にブラームス自身によって楽奏が膨らまされた二大ピアノ版も発表されている。ブラームスの全作品の中にあって珍しく意図的に各曲を簡潔に終えていることを感じることができ、性格の異なる主従多様な音楽が スピード感を持って次々と展開されていくため、ショパン、前奏曲集作品28のブラームス版とでも言えるような雰囲気の切り替わりこそが楽しみとなるよう意識されている。ワルツといえども、みんなワルツの様式というわけではなく、レントラーに近いもの、リズムが目立ったもの、三拍子を崩した動きが意図されたもの、スラブ風の憂れを含んだもの、 ハンガリー風の賑やかな曲奏を持つ者、子守歌風の者の、野奏曲風の者の、等と趣向を凝らしている。簡潔で素朴なうちにも、緊密で明晰な形式感や音楽的な趣味といったブラームス作品の特徴が凝縮されている。ピアノ連弾版では、16曲すべてを通して一つの音楽として演奏されることを意図していることから、前後関係の調整バランスが配慮されている。 しかし、ピアノ独奏版では、弾きやすさを優先して、原曲とは異なる調整で書かれた曲がある。二大ピアノ版は5曲しか書かれておらず、組曲として連続で弾くというより1曲ごとを単独で弾くことが前提とされているため、調整の前後バランスを気にせず調整設定がなされている。第1番の調調、第2番補調調第3番へと、 単調第4番歩単調第5番歩町長第6番 A 波町長第7番歩町長第8番変路町長第9番二単調第10番都町長第11番路単調第12番歩町長第13番波町長第14番位単調第15番位町長第16番二単調ありがとうございます